初球ちょっと体反応したのが抑えています。ここでホームランが出ればたちまち逆転という場面になります。篠原はこのスライダー一つ左のセットアッパーでは星野さん非常に貴重なホークスの戦力でありますよね。はい、もう唯一の、ね、セットアッパーでしょうね。打った毎日も近くオーバーホームランは見送った矢野健治大逆転大逆転満塁ホームラン新垣の勝ち星は消えていった。マウンド上篠原そして王監督は表情を変えず矢野健治が今歓喜の輪大仕事をやってのけました。いい感じでいい角度で自身初の満塁ホームランど真ん中だ。一振りで逆転。当然チーム作りの上ではレギュラーこれは丈夫で働いてくれること、うん、あと控えの選手がいかに気持ちを腐らせないでね備えてくれるかこれ監督は大事なところですよね、うん、もちろんそうでしょうね。やっぱり先ほど言ってましたようにやっぱりいつも準備を怠ってないとなかなか今の外野陣ですとね守りしか出れませんもんね。そうです、谷も吉野も頑張ってますしね、でセンターのホリンズも昨日のように結果を残しています、そうなんですよね。鈴木も頑張ってるし、はい、ですからこういうところでいいアピールしたね。ですね。